やあ、せつなけいすけだよ。小枯らしめくる愛の名を続き、第5回目です。これやな、ね、ちょっと待って。ちょっとさ、今気づいたんやけどさ、今気づいたんやけどさ、ちょっとロードの画面戻るよ。これ、セリカとの再会ってあるけどさ、いや、タクマは、タクマは見捨てられとんだよ。セリカとの再会ってあるけど、タクマも再会したからな。ところでや、こんな声だったっけ。お前らいつまで寝てんだ。さっきたくまに乗された3人組がピクッと体を揺らした。動けるんだったら盗み聞きしててさっさと帰りやがれ。ガチでやばいやつ、ガチの姫。不良たちはフラフラしながら去っていく。タクよ、まだまだしょぼいやつがいるもんだよな。タクロウより、タクロウじゃないわ、タクマよりもセリカちゃんの方がやってやったぜみたいな顔してんやけど。なんで。ところでどうして白井くんが一色町にいるの。話を遮るようにセリカが俺に尋ねてくる。本当だよ、愛してくれてなかったのか。そういえば二人は今日学校休んでいたから会っていないんだった。昔話をするうちに自分が今日戻ってきたということを忘れかけてしまっていた。疑問に思うのは当たり前だ。ああ、ちょっと予定が変わって今朝こっちに戻ってきたんだよ。テンションがやはり高いとか、せつけさん やばいな、いつも通り。テンション高いよ。もうあと1時間もしないうちに日付変わるけどテンション高いよ。明日から俺もフライハイトの生徒だから、またよろしくね。そうかそうか、またみんなでワッションに来るか楽しみにもらならず。あんたがいないからみんな好き放題していて大変だったのよ。まとめ役なんじゃ。あ、またみんなで過ごせると思うと俺も楽しみだよ。他の奴らにはもう会ったのか。うん、朝マナクが迎えに来てくれて、そのまま学校に連れて行ってもらってさ、みんなにも会ってきたよ。なぜか授業まで受けてきたし。学校に。え、じゃあさっきマナクと電話した時一緒にいたってこと。あれ、そういう話は出なかった。明日のことしか話してないわよ、ほんと抜けてるんだから。はあ、まあ抜けとうキャラやもんな、見たらわかる。正解説明していると、隣でタクマがブルブルと震え出した。どうした、着信か、着信が来たのか、お前自身に。なんだそういうことは。と思ったら急に大声を張り上げる。なあ、そんな楽しそうなことをしてたのに俺はなぜその場にいなかったんだ。え、世界の平和も持っていたんじゃないのか。いや、あの場にタクマがいたら俺の転校生デビューは花と散っていたと思う。何がやされた、何をされたんじゃないか。タクマがおったら何が起きる感じになっとったんやろ。そういえばタクマは何で休んでたの。何気なくそう聞くと、タクマは天を見上げたままハッとする。そうだった、俺用事の途中だったんだ。え、お使いか、 お母さんに頼まれたけんお使いか、偉いね。ダンスが匂いがしたからつい寄り道しちまったよ。おい、ママンが、ママンが帰りを待ってるぞ、早く帰ってあげな。今日はカレーか、カレーか、夕飯は。やべえ、親父ぶっ壊される、ごめんな、ある人、俺行くわ。親父だった、親父だったよ、ママンじゃなくてパパンだったよ。そう言い残すと、タクマは嵐のように走り去ってしまった。登場から退場まで騒がしいことこの上ない。俺が呆き取られていると、タクメは思い出したように振り返った。ハルヒト、ちゃんとセリカのこと送ってやれよ。大きく手を振るタクマに、俺も手を振ってそれに応える。タクメはニッと口の端を上げると夕闇に消えていった。相変わらずでしょタクマ。タクマが走っていった方向を眺めながらセリカがつぶやいた。そうだね、でもその明かりで安心したよ。時間が経っても昔と同じように接することができるんだって思えた。
昔と変わらないタクマの態度は俺の空白の時間を埋めてくれるようだった。変わらないのはあんたも同じだけどね。そうかな。そういうセリカは随分雰囲気が変わったように見えるけど、大人っぽいもんなこれ。そりゃ5年も経ったら、5年前と比べたら、いや5年前の姿は見たことないけど、多分大人びとんやな。大人っぽくなってしまっとんやろな。なってしまっとるっていいことやけど。髪伸ばしたんだ。5年前までずっとショートだったセリカの髪はさらさらと風に揺られている。その銀色は夕暮れの赤でほのかに色づいていた。そうね、伸ばし始めたのは中学に入ってからだったから。セリカは自分の髪を手に取り、指の間に滑らせる。ほう、セリカ萌えやって。結構主要人物女の子が可愛いけんのさ、みんな誰派になるんだろうか。俺はしずくちゃん派だぞ。そっか。さてと、私はそろそろ行くわ。さっきは助けてくれてありがとう。てららてら、セリカ様の好感度が5上がった。そう言うとセリカは背を向け歩き出す。行くってどこへ？家に通うなら送っていくけど。もともとそうするつもりだったけれど、タクマにも念を押されちゃってるし。大丈夫、まだ寄るところがあるからお気遣いなく。あ、セリカちゃんも、セリカちゃんももしかしてね、お使いかな。ママに頼まれてお使いかな。今日はなんだ、シチューか、シチューなのか。でもさっきのやつらまだこの辺に、この辺りにいるかもしれないから。やっぱりバカね、たくまにあんな目に合わされた連中がこの辺にもだいると思うの。それもそうか。わかった。でも本当に気をつけてね。え、それじゃまた明日。それとお帰りなさい。それだけ言い残しセリカは去っていった。帰ってきたなこれ。あー、ちょっと飛ばした。帰って帰ってきたなって、ちょっとさ、いい感じの雰囲気やなと思っとったらさ、エンターキー指にちょっと力が入ってエンター押してさ、読むところ読めんかったから。お使いイコールカレーかシチュー。だってさ、カレーとシチューってさ、たくさん具入れる分さ、買うもん多いで。やっぱお使いといえばさ、人参とかトマト、トマト入れんな。トマトは入れんわ。カレーとかシチューにトマト入れたとこは見たことないわ。トマトはじゃがいもとか、まあ、人参とじゃがいもと、あれ、人参とじゃがいも以外に何か入れるようなもんあるかな。もういいや。もういいや。セリカの後ろ姿を見送りながら、俺は一人ごとのようにつぶやいていた。お、家に帰ってきた。おお、こんな感じをちょっと、白貴重な家なんやな。あ、俺カレーの方が好きやな。やっぱカレーの方が好きっしょ。シチューも好きやけど。俺大体あんまり好き嫌いせんタイプやけんな。自宅に着く頃には日はすっかり暮れ、夜の帳が降りていた。こんなに遅くなってしまうとは、はっはっは。いろいろあったせいか一日が早く感じる。5年ぶりの我が家は経過した時間を感じさせないほど当時のままだった。どうやら両親が気を利かせて知り合いの掃除業者に定期的に掃除を頼んでいたらしい。留守の家の掃除を他人に任せるってどういう神経なのかと思われそうだけど、俺の両親はそういう人たちだ。金持ちなんか。まあ取られて困るものなんてもともと置いてないんだけど。さて、腰を下ろす前にモナカの家にご挨拶に行かなければ。俺は空の弁当箱とお土産の包みを手に取り、一日の疲れを感じる前に再び外に出る。お土産って何買ってきたんだろう。中国、上海って言ったな。キムチとかそのあたり買ってきたのかな。そしてたった一歩でモナカの家にたどり着いた。テレポートしたわけでも未来のドアを使ったわけでもなく、文字通り玄関を出て一歩で着いたわけだ。一歩？いや、いくらなんでも一歩はないやろ。え、なんな、ハルヒトくんの一歩ってでかい一歩な。ハルヒトくんもしかして身長5メートルぐらいある。さすがに一歩ではダメだろ、お前。俺の家とモナカの家は、
お隣さんを通り越して一つの建物になっている。あ、そうなんじゃ。あ、そりゃ一歩か。いや、一つの建物な。え？じゃあもう、え？一つ屋根の下って言っても過言ではないで。え、それ聞いたらさ、みんな、え？一緒に住んでるの？みたいな感じでさ、勘違いするけどさ、違うんやな。それ絶対言っちゃあかんな、これ。一つ屋根の人ってことは言葉で説明したらあかんな。モナカちゃんしそうやな。モナカちゃんしそうやけどな。つまり、二世帯住宅なのだが。親同士の仲が良すぎてこんなことになってしまったらしい。もう家族みたいなもんなんだな。とはいえ内部は繋がっていないので、お互いの家を行き来する場合は玄関を通さなければならない。いや、もうさ、リフォームしちゃえよ。もう劇的ビフォーアフターしちゃえよお前。俺は少しだけ緊張しながら懐かしい呼び鈴を押した。はーい。どうした、モナカちゃん。えらい声になってる。インターホンの向こうから、モナカの声が聞こえてくる。どちら様かな？いや、その言い方は完全に誰だか分かってるよね。あん？名乗ってくれないと分からないですね。へへへへ。わ、モナカちゃん若干イラついてくるような喋り方してる。でも、それでも可愛いのか、モナカちゃん。今日、隣に越してきた試合というものですが、おと他人行儀。他人行儀で攻めるね、ハリト君。なんだろう、この茶番は。ああ、あなたが噂の白井さん。って、ちょっとお母さん。ちょっと待って、ちょっと待って、お母さん。ごめんね、ホルコ。今飽きるからね。おばさんの喋り方も大概。玄関の中からドタバタと音が聞こえた後、ドアをガチャッと開いた。ホルコ、久しぶりね。さあ、上がって上がって。どうも、お久しぶりです。まあ、せっかく楽しんでたのに。お邪魔しました。少し挨拶するだけのつもりが、夕飯までごちそうになってしまった。料理は雫が振る舞ってくれたのだが、幸いなことに全部おいしくいただけた。昼のがあるからな。昼にあったのゼリー料理があるからな。ちょっと当たりとハゼの差がでかいな。いただいた身でありながら、こんな感想も失礼だとは思うけれど、おばさんは相変わらず家事が苦手そうだったから、とりあえず元気そうで何よりだ。おじさんはまだ仕事に出ているらしく、会うことはできなかった。ま、これから先いくらでも挨拶する機会はあるか。ふう、こんなもんかな。うわ、綺麗に片付いとるな。え、ハリヒタ君結構几帳面やなこれ。パソコンも何気に持っとんじゃんこれ。これ普通はテレビ置くようなところにパソコン置いとんじゃ。ハルヒト君結構 YouTube とかバリバリ見るオタクっぽい感じがするわ。名残惜しくはあったけれど、部屋中に散らかっていた遊び道具を一つにまとめて片付けた。壁にかかった時計を見ると、時刻は3時15分を指していた。一瞬驚いたが、すぐに電池が切れて止まっているのだと気づいた。机の引き出しに替えの電池があったことを思い出し、時間を合わせる。今日は疲れた。俺はそのままベッドに倒れ込み、ゴロンと仰向けになった。天井を見上げると、今日の出来事とか脳裏に浮かび上がってくる。まさか初日で全員と再会できるとは思わなかったな。みんな背も伸びて外見も変わってはいたが、中身は5年前と何も変わらなかった。いや、性格も精神も変わらないはずはないのだけど、少なくとも俺が感じた皆は変わっていなかった。そんなことを思い返すうちに、帰ってきたんだという気持ちが俺の中で徐々に馴染み始める。いいなこの雰囲気。この再会って言葉から始まるんがさ、あのノベルゲームのいいとこかもしれない。いや、ノベルゲーム全部がそうかってわけじゃないけどさ。本当はみんなに会うのが少しだけ怖かった。俺の知らない5年間を俺以外のみんなは一緒に過ごしていたんだ。俺の記憶の中のみんなはもういないんじゃないか。そう思って一人で勝手に不安になったこともあった。でも今日みんなと会って、そんな悩みがどれだけ無駄なことだったか思い知った。5年前がまるで昨日のことのような、そんな風にさえ感じさせてくれた。
記憶の中のみんなはずっとそこにいてくれて、まぶたを閉じるとあの役がよみがえる。カミなんよね。俺いつもこんだけカミなんよね。どうしてここまでカミで折れるんかようわからんぐらいカミなんよな。だからといって別に滑舌良くなりたいとか思っとったですね。まあこのままで行きたいなって思っとる。設計クオリティ絶対帰ってきてね。みんなで一緒にやりたいことがいっぱいあるから。うん、何だってできるさ。またみんなでピンポンダッシュとかやろうぜ。あ、オープニングムービー。ブラボー、ブラボー。実は見たことは何度も見たことあるけど、ブラボー、いいわこれ。実はみんなそんなに変わってなかったんだ、昔のみんなだったんだってからのさ、オープニングムービーはいいよな。いい流れでオープニング入ったなこれ。あのさ、さらっと言って、すごいこと言って、オープニングムービーの途中さ、ユナ先生のおっぱい揺れたね。女性視聴者がおるまでこんなこと言うわや、あれやけどさ、おっぱい揺れたね。ちなみにこれさ、タクティカルシンパシーさんっていう、かなりあのグループが、あの、木枯らしめぐる愛の名を作っとんやけどね、その、YouTube の、あの、公式アカウント的なんがあってさ、そこでさ、あの、オープニングだけの動画っていうのをさ、アップしとるみたいなんで、あの、今のオープニングもう一回見たい人は、そっちの方を見てくださったらいいかと思います。宣伝、タクティカルシンポシーさんのために宣伝しとくからな。よっしゃ、続きやります。まぶたの裏に日の光を感じ、目を開く。見慣れない天井が視界に入り、一瞬思考が止まってしまう。そっか、帰ってきたんだ。ベッドから体を起こし、まぶたを開けるわ。SAO をクリアしてさ、病院のベッドで起きるキート君みたいな感じになっとるやん。流れ込む外の空気に、かすかに山の匂いを感じて、懐かしくなった。さーて、今日から登校だ。気合を入れるように、俺は大きく伸びをした。あら、見たことある人もおるんやな。あ、先にさ、どんな感じのか、先の方のストーリー見とくタイプの人かな。うん、まあ何も入ってないよね。全く冷えてない冷蔵庫を覗き込んだまま、俺はボソッとつぶやいた。そりゃあそうだ、5年間開けていた家の冷蔵庫に食品が入っていたりしたらそれこそ怖い。それがもしかしたらさ、人のお肉だったらなお怖いわな。扉をそっと閉じ、とりあえず電源だけ入れておいた。軽く何か食べておきたい気持ちはあったけれど、まあ今日のところはなんとかなるかな。
軽っ。その時リビングにインターホンの音が鳴り響く。予想していいかい？モナカちゃんだね。しかもモナカちゃんがね、朝食を持ってきてくれたね。なんだろうな、おでんかな。ん？こんな朝早くに誰だろう。お隣さんだよ。これはきっとお隣さんだよ。リビングを出て玄関へと向かう。はーい。返事をすると同時に玄関のドアを開けると、あ、ですよねあなた今誰か確認せずにドアを開けましたね。だったらどうした。あー、ちょっとでもこの覗き込んでる状態も可愛いよね。この字幕消せんのかな。字幕どうにかして字幕を消したい。おーっと、じゃおーっとちゃうわ。え、どうやるんだ。あ、間違えた。あー、マラカちゃんのセリフ一つ飛ばしてもうたせっかくのマラカちゃんのセリフ一つ飛ばしてもうたで、くそー。そこには悪そうな笑顔を浮かべるマラカがいた。何やってんの。おはよう、ハルヒト。ああ、おはよう。わお、お隣さんがおるけんな。おそらじみにお隣さんの女の子がおるけんな。ハルヒト君は羨ましい。一遍死ねばいいのに。どうしたの、こんな朝っぱらに。学校へ行くにはまだ早すぎる時間だ。もう制服に着替えたるよね。けどモナカはもういつでも出かけられるような格好をしていた。ふっふっふっ、ハルヒト、朝ごはん食べようと思ったのに何もなかったんでしょ。バレてる。なんだお前、え、壁穴開けてこっちの様子見れるようにしたんか。え、モナカちゃん、ちょっとそれ引く。警察呼んでいい。あ、ズバリ言い当てられ、一瞬固まってしまう。あ、その顔やっぱり。やっぱりとか言ってたけど、お前見ただろ、壁穴開けて見ただろ、こっちの姿。うん、ちょうど絶望していたところだけど。なんでわかったの、壁に穴開けたけん。おさらじを舐めちゃダメだよ。5年ぶりとはいえ、春人は春人なんだから。あなたの行動は全部大体おそらくきっとお見通しです。根拠薄いな、お前。おそらくきっとって何なの。ビシッと謎のポーズを決める。マナカ、何なんこのポーズ。シンメトラや。オーバーウォッチのシンメトラや。手からビーム出すときのシンメトラの手みたいな感じになったらやん。なんだその浮きさん臭い決め台詞みたいなのは。だけど昨日も駅でモナカが来てくれていなかったらバスを探すのに手間取っていたかもしれない。あながち間違った、ま、え、あながち合っていたりするのかな。もし危ない人だったらどうするんですか。あ、その時は簡単、警察を呼ぶんだよ。というわけで差し入れ持ってきたよ。私もまだだから、よかったら一緒に食べよう。手に持つ袋を掲げ、満面の笑みを浮かべるマナカ。え、袋。え、ちょっと待った。え、こういう時ってさ、なんかさ、鍋とか、そういう、なんかプラスチックの容器とかに持ってくるよな、お裾分けって、大体。なんで袋なん。え、袋。悪い予感がしてきた俺。その袋の中身が何かちょっと俺予想できる気がするんだよな。おう、ありがとう、助けるよ。昨日からお世話になりっぱなしなことに少し引け目を感じたけれど、断る理由もなかった。ん？俺は目の前に置かれたそれを凝視していた。そしてモナクはそんな俺を不思議そうに覗き込んでいる。やっぱりちょっと袋ってところからちょっと俺予想してました。やっぱりだねお前。やっぱりカップ麺に頼るんだね。そうだよ、俺しずくちゃんが来てないなって思っとったらさ、しずくちゃんがまだ一緒に来てないなって思っとったらさ、やっぱ料理作ってないなお前バカ野郎。眠気かっ飛び、朝の木から縮れ麺。なんでこれ。ワクワクさん、これゴミ？どうしたの？いや、ちょっとマジでか。マナカが朝食に持ってきたのはカップラーメンだった。しかも今にも燃え上がりそうな真っ赤なベル。散歩や早そうだな。新発売なんだよ、絶対気に入ると思うから春人は食べてほしくて。やばい、自分の好みを他人に押し付ける悪みたいな、ちょっと性格の悪いタイプの人間かと思われる。冗談を言っている顔ではなかった。あれ、
ハリヒトも辛いの好きだったよね。そこじゃないよ。俺の顔色を察したのか、モナカの表情が少しだけ曇る。それはそうなんだけど、朝からカップラーメンって重すぎる気は。いや、俺朝からカップラーメン食えるほどにいるカップラーメン好きやけんな。てかラーメンが好きやけんな。突っ込むべきところは他にもあったけど、ひとまず当たり障りのないことを言ってみた。あ、バカにしてるね。ああ俺の言葉を聞くと、マナカが身を乗り出して反応する。最近のカップラーメンはちゃんと栄養バランスを考えて作られてるんだよ。だからいつ食べようと大丈夫なんです。はあ。いや、それ以前にさ、これさ、あのマナカちゃん、手料理持ってくる流れだったやん。手料理に持ってくる流れでさ、カップラーメン持ってきたから俺はおかしいと思ってるんだ。白沢さんだってそうだろ。正直朝からカップラーメンを食べたいとは思えないけれど、食べられるものはこれしかないので、ここは覚悟を決めることにする。とりあえずお湯を沸かしてくれよ。マナカも一緒に食べるんだよね。うん、ありがとう。夜間を火にかけると、マナカが部屋の中を見渡しながらつぶやく。ハリヒトの家、久しぶりだな。昔のままだね。出るときも、身一つだったから、全部当時のままだよ。そっか、なんか不思議な気分だね。不思議な気分？うん、なんていうか、タイリムスリップしたみたい。ああ。マナカの言うことは俺も感じていた。朝カロリーメイト食べてる、学校行くときに持って行ってるって、朝からおでんよりはいいんじゃない。どっちもどっちやわ。別に朝からおでん食ったでいいやないか。カロリーメイト腹がパンパンにならんぞ。栄養とは言えるけど、この部屋でこうして過ごしていると5年前に戻ってきたように思えてしまう。沸いたよ。夜間を持っていくと、すでにテーブルの上にカップが口を開けて待っていた。めちゃくちゃ食いたいんだ。早く食いたいっていう顔してるもん今。粉末スープどころか麺の色まで真っ赤に見えるのは気のせいだきっと。いざお湯を注ごうとすると、村君の手がすっと俺を制する。どうした？ハリヒト、お湯を入れるのを任せて、得意だから。カップ麺にお湯を入れるのが得意っていう人初めて見たわ。なんだそのコアな得意分野は。お湯を入れるにも得意も苦手もないでしょ。いいからいいから、ちょっとだけコツがあるんだよ。自信満々に答えるので、気をつけながらやかんをマナカに渡す。マナカは慎重にやかんを傾けると、少し注いでからまた止めた。何してるの？何してるのって言うた瞬間、マナカちゃんの顔見てこれ。めっちゃ真剣やん。マナカちゃんこんな顔するんかっていうぐらい真剣な顔になったんやけど。ちょっと言う、普段のマナカちゃんからちょっと想像できんような真剣な顔になってる。ちょっと笑ったわ。蒸らしてるんだよ。注ぎ口を見つめたまま、真剣な表情で答えるマナカ。やばい、俺がオーバーウォッチしようときの顔みたいな感じになっとる。コーヒーでも入れてるんだろうか。そしてお湯を入れ終わり、3分後。うん、やっぱり美味しい。本当だ、あのに派手な見た目の割に意外とあっさりしてるんだね。思いのほか箸が進む。でしょ、ハリヒトならそう言ってくれると思ったよ。モナカはそう言いながら、辛さが足りなかったのか、一味唐辛子を振りまくっている。相変わらず村川にはかなわないな。俺も辛いのは好きな方だけれど、村川の辛いもの好きは尋常じゃない。多分頭が狂って舌も狂っている、そういうタイプの人間。毎一味は当然のように持ち歩き、正午にしてカレーチェーン店の辛さマックスカレーをペロリとただ言い上げるほどだった。しかしその割に甘いものも好んで食べるので、もはや人知を超えた舌の持ち主だと俺は思っている。ゴッドタンか、ゴッドタンの持ち主なんか、あのエイナ様とか、あの直撃の相馬のエイナ様と若干似たような感じなんだ。
ベクトルは違うけど、ベクトルはな。ふう、ごちそうさま。ごちそうさま。おっと、コメントでも村香ちゃんやばいなーっていうのが来てますからね。相当村香ちゃんはやばいってことが視聴者さんには分かったと思う。でも可愛いから許す。軽く額の汗を拭って村香を見ると案の定涼しい顔で片付けを始めている。一体どうなってるんだ。多分汗をかく期間とかもさ、多分超えてるんだと思います。あ、そうそう、出ないとまずいね。しずくももう準備できる頃だからぼちぼち行こうか。ああ、もうそんな時間か。じゃあ俺も着替えてくるよ。覗くなよ。おっと、こっから投稿やな。投稿シーンは次回に回します。ここで終わりにさせていただきます。残念だったな。次回は投稿からやな。しずくも準備できてる頃だしって、ようあたりさ、3人で投稿やな多分これ。お待たせしました、はるひとさんみたいな感じで、多分しずくちゃんがこっちの扉から出てくるかと思います。というわけで今回はこの辺で。今回視聴者さんがめちゃくちゃコメント打っておけ、ちょっと盛り上がったぞ。俺の中もめっちゃ盛り上がったぞ。やっぱ定期生放送はこうでなくっちゃってぐらい盛り上がったぞ。というわけで、定期生放送に来てないけど動画は見てるよっていう人、できれば定期生放送にも来てほしい。毎週土曜日夜11時からやっております。11時の理由は仕事で帰れるのが遅いから。そんなわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。さすがタクティカルシンポシーさん、手料理を持ってくるかと見せかけてカップ麺を持ってくるという秀逸さ。ちなみに数ある食べ物の中でなぜおでんが出てきたかって言うたら、鶴宮春日の消失で朝倉が長門にお裾分けに来たのがおでんだったっていうのを思い出したからです。